陳情和子に締めたことをすごく嬉しく思いますし、まあ、小さい頃からの夢で、両親の夢があるので、まあ、すごく嬉しく思いますけど、自分の実力では、まだまだ活躍できないと自覚しておりますので、そこは浮き足立つことなく、しっかり地に足をついて、一日一日を過ごしていきたいと思います。